はハッシュタグリピカクなカフェを検証します。彩り豊か。ハンター、訪れたのは先月3日にオープンしたばかりのカフェ、ハリスコートミノカモさん。おしゃれ。 SNS で話題のリピート確実なポイントが何かあるという木箱膳をいただきました。オープンしたばかり。お待たせいたしました、木箱膳の森になります。うわー、木箱膳の森、はい、めちゃくちゃおしゃれで豪華ですね。ハンバーグからいただいちゃいたいと思います。どうですか。ありがとうございます。もう幸せ。おいしい。柔らかくてでもジューシーなんですよ、すごく。あ、しっかりお肉がね、肉肉しくてジューシーなんですけど、このトマトの酸味がやっぱりあるからさっぱり食べられますね。お野菜はミノカモを中心に岐阜の食材を使わせていただいております。地元のものにこだわられてるんですね。そうです。こちらがミノカモさんを使った人参と、はい、レンコンの塩きんぴらになります。あ、塩きんぴら。きんぴら、シャッキシャキ。本当だ、塩だからちょっと本当にさっぱりですね。うん、新鮮さがすごく伝わります。取れたてを使わせていただいております。取れたてなんですか。だからこんなシャキシャキ感の歯ごたえなんですね。はい、そうです。他にも豆腐のカプレーゼやナスのおひたしもとっても美味しかったんです。美味しそう、夏野菜。さあさあ、美味しいハンバーガー、野菜に満足しているだけではいけません。肝心なリピ格ポイントをリサーチ開始です。そうだよね、リピートしたくなる、ね、森と海が、はい、あるんですよね、メニューに。はい、ございます。何が違うんですか。メインがお肉か魚かになります。いいですね、またそこも違ったのを食べられるっていうのも、はい、そうです、楽しみがどんどん増えます。ハンバーグも今回はトマト煮込み、はい、でこう変わっていったりするんですか。そうですね、月1で変わるように今後はメニューの、はい、ご用意させていただこうと思ってます。月替わり、はい、いやそれ楽しみですね、はい。じゃあ魚の方も変わっていくってことですか。そうです、旬の魚を使ったメニューをご提案させていただこうと思います。ああ、もうその時の旬の魚が食べられるんですね。そうです、可愛いですよね、うん、嬉しい。ありがとうございます。嬉しい、もう女子としても特に嬉しいです。ありがとうございます。こういうカフェってね、毎月来たいですし、毎月と言わずにもう毎週来たいですから。確かに。そんなリピ格間違いなしのハリスコートさん、実は上質な暮らしを提案する住宅メーカーチェックハウスさんが手掛けるカフェで、こちらは大垣店に続く2号店なんです。住宅メーカーさんが手掛けて、だからセンスにあふれてるんですね。で、店内もテラス席もこんなにおしゃれな空間が広がっていて、ミノカモや岐阜の魅力発信がコンセプトだそうです。テラス席も気持ちよさそう。そうですよね、どの席に座っても気持ちがいい。どんなお店にしていきたい、オーナーさんから見てあります。そうですね、本当に地域に寄り添って第二の場所として存在できるお店作りをしていけたらと思ってます、うんうんうん、チャンネル登録お願いします。